さん、はい。ジェイコムからお届け、札幌人図鑑。皆さん、こんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方をご紹介しております、札幌人図鑑 .tv。私、案内人の福津京子です。そして今日のゲストは美容室前代表取締役の石黒隆さんです。はい、石黒隆です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。綺麗な字書かれますね、石黒さんね。ありがとうございます。綺麗な字、美容室前って書いて前と読みます、はい、ね、これなんて前っていうお名前にしたんですか。はい、前と言いまして、はい、前はあの座禅の禅を、座禅の禅の、はい、こっちの方だ。そうです、そうです。うん、取らせていただきまして、はい、禅の意味があの完璧がないとか、無限にあるとか、うん、そういう無とか、うん、まあ、そういう部分で、まあ、美容室っていうところでもう完璧がなく技術を極めていくっていうのが、なるほどなるほど、はい、テーマでやっております。完璧はないけれども、そこに近づいていけるように、はい、研鑽していきましょうと。そうです、まさにそうです、そういう思いを込めたお店だそうです。お店で何件もお持ちなんですけれども、そのお話も出てまいります。今日も3つのキーワードご用意いたしました。今日はこちらになります。じゃーん、じゃーん。バラバラに見えて思いは一つ。尊敬する祖父に言われた言葉。複合施設からミクロ都市計画へ。はい、今日この3つのキーワードで伺ってまいりました。よろしくお願いします。はい、じゃあですね、一つ目ではお仕事のね、はい、今のお仕事のお話から伺っていきたいと思います。はい、美容室いくつ持ってるんですか。はい、3つ経営しております。3つです。住所いますか。はい、どのあたりになってる店。はい、中央区に2軒と東区に1軒持っております。うん、はい、はい、前と前大通り行く、大通り行く、大通り行く、はい、清見、はい、前、あ、そうか、前、前大通り行く、清見、清見、この3軒持ってる、ね、はい、3軒やってます。いうことなんですけれども、お店のね、じゃあ特徴を教えてください。美容室たくさんありますからね。はい、うちの美容室はこういう特徴でやってますっていうあたり教えてください。そうですね、うちの美容室は、まずは、髪の毛がツヤツヤになるという、うん、ツヤツヤトリートメント。トリートメントってまあ他サロンで3日で終わったりとか、うん、長くても1週間持つかなっていうところだけど、うん、まあ、うちの会社の、独自化のトリートメントなんですけど、はい、一応1ヶ月ぐらい、うん、持つってお客様から言われていて、はい、長い人だと本当3ヶ月とか言われることもあります。それぐらい長くツヤをキープできるような、うん、特別なんですって。はい、オリジナルで、まあ、会社で作っている、まあ、唯一無二の独自化のトリートメントになってまして、う、はい、まあ、今うちの3店舗と他のね、美容師さん、僕の仲いい美容師さんとかが使っていただいているような形になってます。はい、うん、はい、じゃあもしかして今ご覧のね、美容師さんが、うんうん、あ、うちでもちょっと試してみたいとか言ったら、はい、試してみることもでき、自分のサロンで使うこともできるんですか。うん、あ、大丈夫です。そういう形も取らせてもらってますので、そうなんです。はい、お問い合わせください。お問い合わせください。あ、そうなんですね。石黒さんに先ほど名刺をいただきましたら、はい、3枚もらってね、うん、はいはい、そのうち1つが一般社団の名刺でしたよね。はい、それぞれ美容室を経営している3人の経営者さんが、はい、一緒に取り組んでいる一般社団。はい、そうです。こちらの一般社団ではどういうことをされているんですか。特にその3社の会社内で技術のトレーニング、うん、全3社でやるとか、 あとはもうこうイベントごとであったりとか、うんうんうん、そういうコミュニケーションを取るのに、まあ、3社で今動いて、はい、特にこの社団の中ではこの美容室経営って言いますか、はい、に対する思いも詰め込んでいるそうですね。うん、あ、そうです。うん、給与面であったり、はい、待遇であったり、うん、美容室さんのね、美容師さんの働く環境です。待遇であったり、はい、あとあの、まあ、社会保険っていう、うん、部分は普通の一般企業のような形を作るっていうのが、うんうん、当初の目的で、個人でやってしまうと、うん、やっぱり一人親方なんで、一人で何でもやんなきゃなんないとか、はい、そういう、まあね、全体的にこう協力ができないとか、うん、はい、まあ、みんなでこう輪を持ってやれないとかっていうところで、はい、やっぱりちょっとこう個人的に悩んでしまったりとかってなった時に、うん、やっぱりみんなが助け合う環境を作るっていうところが、うん、我々の、一般社団法人のあり方かなと、うん、
思ってます。なるほど、はい、大家族っていうのがテーマでやってますので、うん、まあ、ファミリー感のあるような、はい、まあ、みんなこう寄り添って和を大切にしてみんなでこう、うん、形を作るっていうのが我々の狙いでもあります、うん、それはあれですか、はい、独立して他にお店を持ってたとしても、はい、一緒に大家族みたいにみんなでやっていけるよっていうことですか。そうです、あ、はい、その通りです。それはちょっと心強いですね。新しい働き方ですよね、はい、うん、そうですね、うん、やっぱり一番はやっぱりその個人的にやるよりも、うん、その輪のある団体の中で自分個人で何か独立して、うん、それでこうお互い高め合ってやっていくっていう、はい、こういうファミリー感のあるものを作っていきたいと思ってます、うん、はい。今どうですか、先ほど多様性っていうことはおっしゃってましたけど、はい、私はカットが好きとか、例えばカットが好きだからカットを極めたいんです、はい、カットばっかりやりたいんですっていうのもありなんですか、はい、ありです、ありですありなんですって、はい、もうありです、ありです、へー、はい、カラーならカラーみたいな、はい、そうです、そうです。だから自分の好きなことをやってって、やっぱ楽しいことって一番エネルギーにもなるし、はい、なるほど、まあ、そこをメインにやっていって、まあ、うちのお店は本当パーマ得意な人もいるし、カラー得意な人もいるしっていう感じで、はい、うちのお店に入ってくる人たちには伝えてますね、はい、さっきあの変な話、こうちょっと美容室 の、うん、あのいろいろ情報、口コミ情報、はい、SNS なんか見ますと、うんうん、あのここのカラーの人がすごく上手とか、ここの宿毛矯正がすごく好きとか、そういうこうピンポイントな情報っていうのは確かに飛び交うようになりましたね。いや、そうですね、新人の美容学生の、求人をかけた時に学校説明会みたいのがありまして、はい、まあ、説明をうちのスタッフがした時に、うん、はい、バラバラなんだけど一つなんだよねみたいな、うん、言葉を言ったんですよね。従業員の方が、はい、面接の学生にそって言った、はい、でびっくりしたんですね。いや、そうです、そうです、そうです、でやっぱりそのバラバラっていうのは多様性、いろんなパーマやったり、はい、ね、カラーやったりする、はい、それこそ薬剤に詳しい人とか、そういう、うん、まあ、いろんなプロフェッショナルがいるよっていう、ことを言って、まあ、今の子たちは結構それに対して、はい、そうなんですかって言ってこう前のめりで聞いてたりとかしてたので、あ、うん、なんかこううちの強みかなと、はい、うん、いや今時ですよね、今時で、そしてこの言葉が出た時にやっぱり社長の思いが伝わってますね、よかったですね、嬉しいですそうなんですって。そんな思いで美容室をされていらっしゃいます。さあ、じゃあのそんな石黒さんご自身のお話も、2つ目のキーワードで伺ってまいります。お話の続きは CM の後です。後です。はい、それでは2つ目いきましょう。2つ目こちらになります。じゃーん、じゃーん、尊敬する祖父に言われた言葉、はい、ということで、まあ、2つ目ではね、そもそも話を伺ってます、はい、ご出身どこでしたっけ。あ、滝川、ご出身滝川出身で、はい、滝川市で、はい、そこで、土木業をやってまして、うんうん、まあ、道路の舗装業、見えませんね、そういうのもやってたことあるんですか。やってました。お、はいはい、そういう時もあったんですって、若い頃ね、でそこで、やっていった時に、まあ、技術的なものなんで結構ね、あの道路を舗装するのっていうのはちょっと整えたりとか、はい、踏んだりとかっていうことをやってて、はいはい、すごいこう技術的なものがすごい好きで、はいはい、でそのある日にうちの先代の祖父から、うん、あの祖父がもともと会社経営してまして、で、印鑑、ハンコですね、はい、ハンコを彫る仕事をしていて、はい、で、まあ、技術職じゃないですか、はいはい、でその時に祖父に、技術職、ちゃんとしたこう手に職をつけろということを言われて、うん、まあ、土建業だとやっぱ外で働いてるから体力的に、あ、はい、年取ったら、はい、ね、やっぱりやっていけないのかなっていうのが多分心配だったのかと思うんですけど、そこで自分なりに考えて、うん、それこそ手に職をつけるって考えた時に、うん、まあ、自分もともと工業高校出身だったんで、はい、まあ、あの自分の技術的なものだとまず出てきたのはやっぱり美容師っていうのは出てきたんですよね、はい、うん、で、介護士、うん、あとは全然思いつかなくて、まあ、資格って侍用で考えた時に美容師、介護士なんだけど、はい、うん、で考えた時に、うん、まあ、介護士って自分の中で考えた時に、うん、どうなのかなってなんとなく思ってて、自分にはちょっと向かないかなと、はい、うん、って思ってて、美容師って、うん、
ってなった時に、うん、まあかっこいいし、かっこいいな、まずね、その自分も美容を切ってもらったりとかしてるから あ、なんかいいんじゃないかな、興味があって、ね、興味があっていいんじゃないかなって思った時に、はい、一番なんかその働いてて思ったのが、その接客業と、うん、あの技術業っていうのを、うんうんうん、そうだ来たんですよ、ピッと、はい、なるほど、はい、その中でやっぱり美容師っていうのに魅力を感じてやったような感じになりますね、はい、まあ、あのおじいちゃんってものづくりをしてるという意味では、はい、まあ、その土木でこう作っていくっていうのと、も、う、の、んうん、を作っていくって部分では、まあ、あの血を引いてるかもしれないけれども、うんうん、美容師さんだったわけじゃないですね、おじいちゃん、ね、いや、そうなんですよ、違うんですね、はい、転職つけろよっていうところから始まって、うん、自分でイメージしてそっちに進んだっていう、全然違う業界に進んだわけですけれども、うん、大変だったんじゃないですか。そうですね、うん、まあ、初めはそれこそ先ほど言った滝川市から、うん、美容室に面接にその日に行って、札幌の美容室で面接に行って、面接に行って、はい、まあ、そこで OK をもらって、すぐ OK もらったらしいんです、はい、即 OK もらったんですよね、はい、して次の日に来いと、うん、で朝の4時ぐらいに、滝川を出て、はい、札幌に向かい、で札幌のその美容室に行き、はい、そこからもうずっと札幌で美容室をやっております、はい、だからあれでしょ、現場でもう面接行ってすぐ明日からおいでって言われて、もう現場で叩き上げでもうお手伝いしながら美容室の資格、うん、美容師の資格を取った、はい、勉強して、そうです、そうです、ねえ、はい、頑張りましたね、頑張りました若かったからできたんだって、その当時は大変だったみたいなんですけれども、うん、頑張って資格を取れたということなんですけれども、うん、この尊敬するおじいちゃんのことは本当に尊敬していて、さっき3軒美容室のお名前をおっしゃいましたけれども、はい、そのうちの1軒おじいちゃんのお名前だって、はい、うん、そうです、はい、清美っていうお名前を、私娘の名前か奥さんの名前かと思いましたおじちゃんの名前でしたか、おじちゃんの名前で、あら、はい、トリートメントの名前も清美っていう名前で、うん、はい、清美っていうんですって、はい、おじいちゃん大好きなんですね。そうですそんな尊敬するおじいちゃんの一言でこの業界に入った石黒さんです、うん、さあそれではこれからというところもね、はい、3つ目のキーワードで伺ってまいります、はい、3つ目こちらになります。じゃーん、じゃーん、総合施設からミクロ都市計画へ、はい、いきなり壮大になってきましたけどこれからの夢というふうに伺いましたら、こんなキーワードが出てきました。お話ししてください。はい、僕にも妻がおりまして、うんうん、まあ、妻がやっぱり子育ての時に孤独であったりとか、うん、まあ、そういうところを見ていて、やっぱ女性のその人生の中でそういう機会ってあるじゃないですか、はい、まあ、そこをやっぱりその複合施設で、うん、みんなこうコミュニケーション取れたりとか、うん、なおかつちょっと癒されたり、髪きれいになったり肌きれいになったりとか、はい、そういうものをやっぱりその複合施設の中で、うんうん、な感じていただいて、家の中に美容室があったりエステがあったり、うん、なんかアロマがあったり、そんなイメージですか。あ、そうです、そうです。そこの中にいれば、うんうん、もう女性が半日も過ごして、はい、ピカピカになって出てこれるみたいな、ピカピカになって、はい、それで子供でちょっと預け入れたりとか、なるほど、お食事できたりとか、うん、あ、そうか、うん、お食事の方も入れられますね。そうなるとね、うん、心がやっぱ豊かにっていうのが、はいはいはい、僕のやっぱ求めているところなんですよね、うん、こういうのをね、うん、で今たまたまあのお持ちの美容室もちょうど街中ど真ん中にあるから、はい、そのあたりをイメージされてるそうですね。はい、うん、そうです。札幌って今我々があるお店からスタートしたって、どの辺でしたっけ。北一条、はい、の東西とあるんですけど、はい、まあ、それこそ創成川のちょうど挟んでね、創成川イーストのあの辺に今最近にぎやかになりました。あ、そうです、そうです、あの辺りですね、はい、あの辺りに、うん、どうですか、1店舗目を作る時って、うんうん、その辺は意識したんですか。やっぱりあの辺が確かにね、うん、札幌を開いていく、うん、本当にこう一丁目一番地というかですけれども、そういうのはちょっとイメージされました。はい、そうですね、うん、やっぱりあの辺にニトベイナゾウさんの、うんうん、もともと北大にいた時に住んでた宿舎があったりとか、うん、まあ、札幌神宮、あ、北海道神宮がありまして、はい、それの、東宮って言って東の方にあるんですけど、うんうんうん、あそこのもともとある神社が今あるモントレーのところに、はいはい、なんかこう仮宿舎、仮で置いてあったっていうのが、まあ、これは最近知ったんですけど、はい、まあ、こういうのを知って、やっぱりここからでしょっていう、うんうんうん、知れば知るほど
運命じゃない？あ、そう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 、勝手のね。あの辺ね、あの辺やっぱりオイラがやっぱりこう広げていくっていうの夢とがっちり一致するんじゃない？うん、そう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 。調べれば調べるほどね、はいはい、思うんですって。だから最初はその複合都市、複合、施設のイメージだったのが、うん、ミクロ都市と、はい、もうその辺のエリア一帯がね、そうです。そういう美と健康のみたいな。はい、それをね、みんなでやるっていうのが僕のもう本当超夢で、それがやっぱり大家族経営っていうことで、みんながこう、はい、こんなところに散りながらも一つだよ、はいはい、だからバラバラでいいんですよ、はい、今はじゃああれじゃないですか、その美容師さんの経営者3人の一般社団にね、はい、だんだん職とか、うんうん、そっちの、美容系のメイクとか、うん、はい、なんかそういう人たちがどんどん入ってきて大家族になったりして、うん、そうですなるんですねえ、面白いですね、はいはい、うん、うちではこういう働き方なんだけどって、うちではこうなんだけどっていうような情報交換もこれからは大事になってくるかもしれませんね。いや本当その通りですね、うん、なんかそういう情報交換もそうですし、はい、やっぱりこうね、みんなこういろんなコミュニケーションでね、うんうんうん、成り立ってると思うので、はい、やっぱりこのコミュニケーションをちゃんと取って、うん、やっぱ互いに相手を思いやってっていう環境の中に、このミクロ都市計画であったりとか、うんうん、この複合施設であったりとか、うんうん、やっぱり自分目線でやってても多分こういうのってね、ただ自分がやりたいからやってるじゃなくて、はい、やっぱりその要望を読んでやるっていうことがこれからの経営には大事なのかなと。そうですね、はい、今ですね、僕あのスーパーブレイントレーニングのコーチって言って、うん、1級っていうのを持っておりまして、はい、今それこそ、WBC の大谷くん、はい、はいはいはい、はい、大谷くんとか、はい、あの田中将大、うん、マー君、マー君、はいはい、マー君であったりとか、うん、まあ、それの、まあ、高校の時にメンタル指導を使っていたトレーニングの一つで、うんうんうん、それの今コーチを持っておりまして、まあ、そういうのも今お客様に対して、はい、スタッフに対して、はい、教育 したりとか、うん、っていうのを今やっております、うん、はい、あのオリンピックに出るようなスポーツ選手は必ずそういう、こうメンタルのね先生がちゃんとついて、あのいつもベストパフォーマンスができるようにっていうのを必ずされるそうですね。はい、そうなんですよ、うん、はい、まさにその先生から、はい、教育して、うん、まあその試験みたいのがあって、うん、それに向かってコーチっていう立場をいただいて、うん、はい、それを、まあ、社員であったり、うん、お客様であったりっていうところをやっぱ接客中にそういう話もしたりとかして、あ、なるほど、はい、心も綺麗にね、そうですそうですなっていただいて、はい、リフレッシュして帰っていただく、そうですそうです、あれでしょ、有名なところではマー君のなんだ一番ってあれですよね、ナンバーワン、僕もちょっと癖になってやってるんですけどこれどういう効果があるんでしたっけ、これやることによってやっぱり体のホルモンであったりとか、はい、いいドーパミンとかセロトニンとか、うん、そういうものをこの一つで脳に発射して流れていくっていうのが、はい、やっぱりこのナンバーワンポーズの、うん、そうなんだって、はい、これちょっと有名な一つですけれども、ね、はい、そういうあたりの勉強を一級コーチをお持ちということで、こういう美容師さんもなかなかいないね、なかなかいないですね ね、面白いなというふうに思いました。心身ともに美しくっていうのを、うん、基本にやっておりまして、はい、それが、今の心を整えるっていうところで、うん、その SBT、うんうん、スーパーブレイントレーニングっていうのを今やらせてもらってます、はいはい、ちょっと興味のある方検索してみていただきたいと思います、はい、あの手をつなぐことで新しい経営スタイルができて、うんうん、そこからまた、素晴らしい若い人がね、はい、どんどん育っていく札幌になるといいなというふうに思いました、うんうん、はい、ということで今日のゲストは美容室前代表取締役の石黒隆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。